日本相撲協会は1日、大相撲名古屋場所14日所日ドルフィンズアリーナ中日新聞社共催の番付を発表し、夏場所で史上最速となる初土俵から7場所目で優勝した大の里、24イコール石川県津幡町出身、二所の関イコールが親戚分けに昇進した。大の里は愛知県安城市の二所ノ関部屋宿舎で会見し、 大関取の足固めとなる15日間に向けた意気込みと、この日で発生から半年となったのと、半島地震の被災地への思いを語った。優勝した先場所は新小結びで11勝。三役で直近3場所計33勝、という大関昇進の目安へ、第一歩を踏み出した。大関取は三役に上がった特権でもある。この場所はすごく大事になってくる。 と親戚分けの喜びもそこそこに表情を引き締めた6月に金沢市で開かれた祝賀会に合わせ避難所を慰問7日には故郷の津幡町でのパレードも予定されている一生懸命頑張る姿を石川県の皆さんに見せるだけ名古屋場所をたくさんの方がテレビで見てくれると思うので喜んでもらえるように頑張りたいって復興に向けたエネルギーを